法徳会は、中華人民共和国の軍人、政治家。中華人民共和国元帥。元米は、法徳家、後輩主戦。かなは、法規を胸。国務院副総理、国防部長、中国共産党中央政治局委員、中央軍事委員会副主席を務めたが、大躍進政策を批判したため失脚し、 最後は癌に侵されながらも治療を拒否されるなど、後衛兵らによる虐待の中で息を引き取った。法徳会は貧農出身であり、幼くして母親が病死後、生活は困窮、祖母と共に物乞いにより、ここをおしのぐ生活であった。9歳で家境を離れ、13歳からは炭鉱勤務、15歳の時に同定湖のダム建設工事に従事している。 1916年3月、17歳で夢への将軍、第2子、第3旅、第6弾、第1英、第1連の兵卒となる。この頃から早くも、頭角を表し、優秀な人物とみなされ班長を任せられるようになった。この時、同連の兵卒であった、段徳将、高校略、王将南、李さん、張飛佐司政、関、高明、宿正松。 日本英らと秘密組織、旧品会を組織。同年8月、湯は失脚、以降北京政府での清掃に伴い、湖南特軍も、田野部、暗記派の風量差や超高修行と頻繁に入れ替わり、さらに直令派の軍人たちも湖南省内各地に拡挙し始め、各部隊の指揮官がいずれの派閥に着くかで、湖南軍は分裂を始める。1920年初か、 長高市行との戦闘に参加。この校により、廃帳に任ぜられる。同年11月末、兵士11万人が参加した、東商闘争に参加。1921年、第2子は、小作品らの湖北自治軍を支援する、遠学自治戦争に参加するも、直霊派の商用難率いる、第25子に敗退。同年夏、第6段主力は、南県に、第1連は、 火曜県中、茂口鎮に中流、方は連長代理を任せられる。そこで、廃山兵相当の片タ戦乱で疲弊した貧民を支援していたが、現地の地主であった、区、森金が、王将南義本英ら旧品会の同志によって殺害されるという事件が起こり、方も関与を疑われ逮捕される。調査への移送中、方は、ロキオムダイラの公認で、 第六弾団長となっていた、遠職の計らいで脱走した。翌年春、友人で、関東の独立英英長であった、ロヒロシアツの下に身を寄せ、ロの部隊の連長となる。その後しばらく軍を辞め農家になっていたが、8月、湖南軍艦工部堂に入学。この頃、なお特会と改めた。工部堂卒業後の1923年、第六弾、第一英に復帰し、 翌年には英朝代理、1926年5月、英朝となる。それから間もなくして、湖南省にも、北伐の軍勢が押し寄せた。将軍は、国民党の軍門に下り、国民革命軍第8軍に改編。方は、第8軍令下の独立第一子、第1弾、第1英朝となった。この頃、共産党員で、 第8軍、第2政治秘書長の弾特省と接触したことで、次第に左傾化していく。1927年、小解析が、上海空出たを起こして第一次国境合作が、崩壊すると、法徳会は、国民党軍から追放された。翌1928年、中国共産党へ入党した。法徳会は入党後間もなく、平江での武装放棄を指揮し、 中国高能工軍紅れな軍を結成する。宝徳会の部隊は厳しい軍律という間、団結で知られ、宝徳会は兵士から慕われる理想的な司令官であった。その後、成功山で牢城していた毛沢東に協力するように党から指令を受け、毛沢東や首都クと合流を果たす。1930年6月、宝徳会の紅れな軍は、 皇軍第一方面軍第三軍団に再編され、その総指揮官に就任する。成功さんを本拠に、中華ソビエト共和国を樹立していた時期には、皇軍の主要な指揮官を務め、多くの軍港を建てている。1934年10月からの調整にも参加し、この頃、毛沢東の信頼を得て、軍港を称える鹿を送られている。1937年の第二次国境。 合作によって皇軍は八祖寺軍に改組された。法徳会は国民政府から国民革命軍中将の階級を授与され、八祖寺軍副総指揮官に任命された。法徳会は1940年8月の100団体戦を指揮し、八祖寺軍は損害を被りながらも日本軍の補給網に損害を与えることに成功する。 日中戦争末期の1945年6月19日、第7期一中全会において、党中央政治局委員に選出される。同年8月23日、中央軍事委員会副主席、総参謀長に就任した。国境内戦時代には、西北野戦軍の司令官兼政治委員、中国人民解放軍副総司令を務めた。1947年に、 国民党軍が、ベヤ安を攻略すると一時撤退し遊撃戦で、個別の敵を撃破する戦略をとり、1948年4月に、ベヤ安を脱回することに成功している。1949年には、西北部の五省を攻略し、西北局第一初期、西北軍政委員会主席、西北軍区司令官を兼任した、中華人民共和国成立後は、 中央人民政府人民、革命軍人員会副主席となった。1950年に勃発した朝鮮戦争に、志願軍として派遣された頃の法徳会。法徳会は交尾延長義勇軍の司令官として、副司令官の僕はじめうとともに、成立間もない中華人民共和国、及び朝鮮民主主義人民共和国の連合軍を指揮し、国連軍と戦い抜いた。 朝鮮戦,戦争の頃の中華人民共和国のプロパガンダポスター。交尾延長と対処されている。1950年6月25日に勃発した朝鮮戦争は9月15日には国連軍の二川上陸作戦により北朝鮮の軍事的優位性が崩壊。国連軍は北進し10月15日には38度線を突破。ソ連と北朝鮮からの応援要請を受けて、 政治局拡大会議が開かれた。建国間もなしで国力も不十分な状態で参戦できるのかとの声に、法徳会は解放戦争の勝利が数年伸びたつもりでやればよい。もし今参り戦しなければ、アメリカに王力行と台湾に張り付かれ、いつでも我が国への侵略を開始するための口実を与えることになる。と述べ、ここに中国の朝鮮戦争参戦が決まった。 毛沢東は人民解放軍を志願軍として派遣することを決定した。報徳会は体調不良を理由に出生を拒否した林表に代わって中国人民志願軍の司令官に就任、北朝鮮に入った。報徳会は中朝連合軍の副司令官に朝鮮労働党沿岸派の僕はじめを任命し、以後北朝鮮の金日清首相は中朝連合軍の脇役となった。 中国人民主願軍は奇襲によって国連軍の優勢を覆して戦線は37度線付近まで南下、ソウルを再度占領した。しかしソ連からミグマイナス15など近代的な兵器は供与されたものの主な装備は日本軍や国民党軍から旅客した旧式の兵器であり人海戦術を取るには質量ともに不足していたため体制を立て直した。 国連軍と膠着状態になり、法徳会は朝鮮戦争休戦協定に署名し、現在の軍事境界線のラインで停戦した。停戦後、法徳会は中国へ帰国する際に、北朝鮮から共和国英雄の称号を送られている。1954年9月、中華人民共和国憲法制定による政府機構の再編が行われ、最高国家行政機関として、 国務院が発足し、その構成部門として国防部が設置された。報徳会は国務院副総理兼国防部長に就任し、国防委員会副主席も兼任した。また、党中央軍事委員会委員に選出され、中央軍事委員会の日常業務の総責任者に指名された。報徳会は国防部長として、軍政の権限を持つとともに、 党中央軍事委員会の実務責任者として中国人民解放軍核総部の上に立って実際の指導を行い、軍令の権限をも掌握した。翌1955年には元帥に劣せられ、首都区に次ぐ序列第二位の軍人となった。報徳会は1954年12月から1958年7月まで4回に渡り招集された党。 中央軍事委員会拡大会議を主催し、1956年9月の第8回党大会では、中央軍事委員会を代表して、軍事活動報告を行った。これらの会議で、報徳会は、ソ連をモデルにした人民解放軍の精鋭化及び近代化と、国境付近での敵撃滅構想を唱えるが、旧来の毛沢東の自給戦論及び、 遊撃戦論とは異なるものであった。1958年5月から7月にかけて開催された第4回党、中央軍事委員会拡大会議では、報徳会は会議の主催者の立場にあったが、実質的には、毛沢東が議論をリードし、ブルジョア軍事路線やソ連追随の協情主義批判がなされた。また、軍の指導体制の改変が行われ、党中央軍事委員会が、 党中央の軍事工作部門として、全軍を統一的に指導する統帥機関であること、中央軍事委員会主席が全軍の統帥であることが確認され、中国人民解放軍各総部は中央軍事委員会に直接従属することが定められた。その結果、国防部長は3つある人民解放軍総部の責任者とほぼ同列となり、軍令の権限を失うことになった。 1959年7月から8月にかけて、大躍進政策と農村の人民公社化の是非を検討する路山会議が開催された。この会議を前に、故郷である湖南省の農村視察を行った法徳会は、大躍進政策と人民公社化による経済疲弊に直面した。そのため、会議期間中に、 毛沢東に対して上申書形式で上記政策の問題点を伝達し政策転換を求めた。この上申書では毛沢東の指導権は尊重することを明記しており、もとより政権奪取を狙ったものではなかった。しかし毛沢東はこの書簡を自らの権力基盤に対する挑戦と受け止め、非護を加えた形で会議の参加者に配布し、討論の材料とした。 当初他の党幹部から大きな反発は起きなかったが、毛沢東が後日の席上で厳しく論難を加え、会議の雰囲気は一変した。この毛沢東の裏切りとも言える行動に、法徳会も会議の席で反発したが、結果的に国防部長と中央軍事委員会委員の地位を解任された。この解任は公認の国防部長となった林彪の地位を高め、 文化大革命へ向かう端緒ともなった。文化大革命の端緒は、法徳会の解任を案に批判したとみなされた、強劇技局作品、海水マカリムかかんに対する球団であっただけに、批判闘争会における、法徳会への後衛兵からの暴行は凄まじい、ものであった。1966年には、後衛兵により、生徒から北京に連行される。 1967年7月9日の非等会では7度地面に叩きつけられ、肋骨を2本折られ後遺症。その後は、後世の医療服従専案での監視下に置かれ、監禁、病室ですべての窓を新聞紙に覆われたまま約8年間を過ごした。1974年9月には直腸癌と診断された。報徳会は鎮痛剤の注射を拒否され、 下血と血便にも見れた状態のままのベッドと、シーツに何日も放置されるなど、拷問に近いものであった。死の直前に、塞がれた窓を開けて最後に空を一目見せてほしいと、嘆願したが、これも拒否され、同年11月29日に没した。法徳会の死亡カルテには、大川、四川生徒出身、無職と無関係な名前に変更されていた。 同じく白外市に追いやられた劉昌期や東中同様に病死と公式発表された。1978年12月、東小平が権力を掌握した東大11期三中全会において名誉回復がなされた。白外中に受けた記録として法徳会事術がある。毛沢東と毛沢東とは広い中国の中では同郷といって差し支えないほど出身地が近い。 このため、中華人民共和国成立後も、毛沢東に対して、主席という形状の代わりに、老毛と呼びかけたり、ノックもしないで、部屋に入り、寝ている、毛沢東を叩き起こすなど、遠慮ない態度で接する唯一の高級幹部であったが、毛沢東もこれを許容する間柄であった。東方公を歌ったり、毛沢東を賛美する言葉を言うことも初めから拒否していた。 路山会議で、毛沢東は、法徳会の指針を読んで気分を返し、一睡もできなかった。後日家が批判した時、両者は、相当に汚いののしい言葉で応酬したという。方が指針を公開したことに抗議すると、君は、公開するなと言わなかったよ。と交わされ激怒した。その直後、毛沢東が、同志、もう一度、話し合おうよ。と声をかけても、 宝徳会は、もう、君と話すことなんかあるものか。無駄だ。と叫び、拳を振り下ろして立ち去った。露山会議終了後、宝徳会が、私は、あなたの生徒なのですよ。間違ったら直接批判し教えてくれればよいのに、なぜこんなことをするのですか。と、ケに、指針を公開して批判したことをなじったが、毛沢東は顔を曇らせて手を振って立ち去った。 1965年9月23日の早朝、毛沢東は、宝徳会に電話をかけた。宝徳会は、毛沢東の家に駆けつけ、二人は、露山会議以来久しぶりに再会した。毛沢東は、懐かしそうに、宝徳会の手を握りしめ、君という奴は普段は顔を見せないくせに、手紙と来たら何万字も書くんだな。と冗談を言い、二人はすっかり打ち解けて午後3時まで。 話し合った。それもつかの間、翌年には、法徳会は、公衛兵によって暴行されるのである。金日成と、法徳会の金日成への評価は一貫して低く、朝鮮戦争休戦後も、法徳会は延安派の僕はじめうを、金日成に変えて、朝鮮労働闘争初期に据えようとしたり、8月周波事件では、ソ連のアナスタスミコヤンと組んで、北朝鮮に、 内政干渉したため、1959年に、法徳会が失脚するまでの間、中朝関係は、冷え込んでいた。1950年10月下旬、中国人民志願軍司令官となった、法徳会は、近日成に面談し、この戦争は、私とマッカーサーのものだ。帰間の口出しする余地はない。私が、人民解放軍、八素寺軍副司令官の時、 企画は、抗日東北連軍の主張に過ぎなかったではないのか。と一括して、自軍を壊滅寸前にした、近日政の切烈な戦争式を求断し、中朝連合司令部を組織して主導権を握った。ありがとうございます。